はい、アーロさん、M7、はい、あの買われましたよね、はい、今度突撃させてほしいんですよ、ね、あ、どうぞ、いいですか、いいです、いいです、はい、ぜひぜひ、突撃、隣のあれですね、はい、トラクターです、見てくれてですね、いや見てます、めっちゃ嬉しい、もう絶対今日はその約束が取り付けて俺帰ろうと思ってたから、あー、本当ですか、突撃、隣のトラクター、アモノ農場編、あー、ちょうどね、表に出てるよ、今ね、あ、本当ですか、明日とか明日ね、はい、明日いるわ、おー、いるいですね、あの、いろんなことやってるからちょうど面白い、おおはい、おはようございます。どうも、クリッピーチャンネルです。クリッピーチャンネルですけど、私は泡ですからね。泡の泡を S 客がクリと呼んでいただいたんで、これを記念してクリッピーチャンネルです。クリッピーチャンネルということで、失礼しました。はい、お願いします。本日の企画は、はい、隣の、あ、間違えました。はい、大人気企画第2弾、突撃、隣のトラクターちょっと説明させてください。突撃、隣の晩ご飯をパクったような感じですね。ヨネスケのね。ヨネスケの。はい。っていう感じでですね、勝手にですね、隣のトラクターをレビューしちゃおうという、そんな身勝手な企画でございまして。知ってます。知ってます。見てます。ありがとうございます。非常に面白い。ありがとうございます。今日は泡の農場さんの、なんと、ご自慢のトラクターを紹介していただきたいなと思いますので、どんなトラクターが来るか楽しみですね。何のトラクターでしょうか、はい、さあ、はい、私の自慢のトラクターは、はい、これです。でかいでかい、そして M7、はい、172プレミアムですか、プレミアムだ、プレミアム、はい、これが私の自慢というかね、最新のトラクターですね。え、すごいですね、はい、ピカピカだし、ね、ちょうどね、久保田さんから帰ってきたばっかりで、あー、そうなんですね、昨日ね、あのトラックで降ろしてくれたんで、あ、これは今日ちょうどいいぞ、こんな感じで、なるほど、でかい、これこれこれ薪ストーブか、薪くべなきゃダメですね、蓋を置いて薪入れてね、なんで動くのかなって早速その企画も炎上しちゃいますいや、なんででかいわね、そうですね、本当にでかいですね。でかいでかい。国産でここまででかいトラクターってないですね。なかなかないよね。本当ですよね。やっぱこれに倍速端つけたらちょっと無茶。そうですね。これやってますとね。ひっくり返る可能性あるからね。あ、やっぱ立ち高いんでね。そうですね。これね、上と、これ、仮物で。あ、そうなんですか。あの、本当はね、もう、はい、なんかね、こうなんか2つに分かれるやつが。を注文したんですけど、はい、なんかね、なかなか輸入が遅れてるみたいで、今その間ちょっとお借りしてる、なんか二つに分かれるやつがあるみたいです。ライトもかっこいいですね。ね、はい、うん。いっぱいついてるから。本当ですね。むっちゃ明るいよ、うん。本当ですね。うん、ちょっとね、社外品もちょっとつけてるんですけどね。あ、はいはい。あの5個ついたやつは。袋がね、一応ね。タイヤもでかい。何にしてもこれ太くない？これ。遠いですね、これ。缶詰の缶だから。缶詰の缶です。昔はね、こうやってちょっとね、紙むけて、はい、あの、そういう缶詰あったんですよ。皆さん知らないと思うんですけど。なんか、青野さん、PTO がなんかちょっと小さく見えますもんね、この輪っかが。これ小さいんじゃないこれ。小さく見えますよね。トラクターがでかすぎて。ね、多分、普通ですよね。あ、そっかそっか。小さいわけじゃないね。ですよね。小さいわけではないですよね。うん、今までの企業でもちゃんとあったんだね。そうですよね。小さいわけじゃない。はい。いや、でかい。本当に。でかいっすね。これこれこれ。あ、油圧トップリンク。これね、想像以上に楽。はい、あ、いいですよね、これ。めちゃくちゃいい。そうですよね。油圧だから、はい、伸びたり縮んだり勝手に動くんじゃないかと思ったけど、はい、そんなことないね。ちゃんとガッチリロックされて。そうですよね。うん。あの走りながら調整できるから、あ、作業しながらね、うんうん、すごい楽です、ね、はい、ちなみにこの M7 は主にはどういう作業で使ってますか。いや、まずプラウから入って、はい、おー、まあ、その前にハーフプラウとかパラ、ね、あの柔らかくして詰め物ですね、詰め物入れたりね、で整地仕上げ、はいはい、全部、うんうんうん、フロント作業機つけて後ろにロータリーつけて、あ、そうそうそう、フロントだ、そうです、青野さん結構フロント作業機使われますよね。そう、あのね、人いないから一発で終わらしたくて、うん、一発で結構ねいけるんでね。あ、前の久保田の時もそうですよね。あ、そうです、やってましたよね。135の時ももうフロントつけて、うん、後ろもつけて一発で終わらせた、うん、なるほど、うん、一発でやればね、こうなんだろう、高圧、これの、あ、あの踏み固めるのが少なくなるんで、る、水はけもいいし、このこれ2回走っちゃうとね、やっぱり、うん、ちょっと硬くなるかなと。めちゃくちゃ勉強になります、ね、いや、水はけは抜群にいいですよ。そうですよね、そういう考えで、はい、確かに、なるほど、時短だけじゃなくて、うんうん、畑のためにも、うん、これちなみにまあ172やで172馬力ってことですね、はいはい、そうです。でプレミアムっていうのはよくわかんないけどプレミアムなんだね。
ない？プレミアムっていうのはなんかいろんなのついてんじゃない？ああ、そういうことか。これね、エンジンルーム、はい、特別に。ありがとうございます。特別ですよ。特別ですね。自分でも開けませんでした。こんな感じです。すごい。もうわけわかんない。わけはわかんないですね。わけわかんない。ごめんなさい。わけわかんない。でかい。わけわかんない。でかいですよ。まずこれ、はいはい、僕のジェネスとの大きな違いがあります。あ、なんですか？この、はい、止めるなんていうんですか、これ。あ、なんか紐じゃないですね。紐じゃないです。僕布なんですか、ね、布なんですか。しっかりワイヤーっすね。はいはいはい。こういうとこもやっぱプレミアムなんでしょうね。プレミアムですね。これすごいですよ。これだけでプレミアムだよね。確かにちょっとどうかなって。なんかそうだね。あ、ないけど。ちょっと説明はできないですけど。ちょっと説明はできないね、これは。馬力ありそうっていうの。馬力ありそう。でかいぞ、でかい、本当に。うん、いやー、国産車もここまで来たかっていう感じですね。いやー、そうだね。うん。はい、これね、すごいでしょ、この。はい。思ったよりもこれ172馬力の割に小さいんですよ、コンパクトな。多分ここに全てが凝縮されてるんで。あ、はいはい。見てください、もう全然わかりません。全然わかりません。わけわかりません。もうオイルを入れるまでもうグーって感じなんで、はい、本当ですね、届かないですよね、うん、頑張らないとね。はい。もうなんかお任せだね。なかなかこうやって外側から見るってことあるんですけど、中を見るっていうのは ね、この中もね、うん、貴重ですよね。ね、阿波野さんのね、うん、畑、すいません、ちょっと開けてもらっていいですか？確かに言えない、言えない。フェンチ作業とかしてるのをね、と見るのはあるかもしれないですけど。いやいやいや。いや、次中じゃないですか、はい、やっぱり。うわ、めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗にしてますし、うん。うん。ちょっと一言いいですか？はい。全然違う。誰と？久保田、俺の持ってる久保田と全然違いますね。ああ、はい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 。はぁ、どんな感じに違うの？いや、もうまるで違う。まるで違うんだ。まるで違う。そこまでの違いが、うん、もう操作するとか全く違いますね。本当だね。違うでしょ？違うわ。これうちのアルファと違うわ。違うでしょ？違う違う。マー君のやつはなんか割と似てるなーっていう感じするんだけど、うんうん、M7 は違う。そうだね。なんか外車に近い感じがあるね。なんかそうかもね。このあたりとか、うん、あの前てっちゃん家で見たジョンディアとかさ、うんうん、カチカチっていうような。それ何、油圧？これ油圧だわ。油圧の絵描いているんで、はいはいはい、うん、多分油圧？油圧なんだ。上げ下げ。いいね、これロックされるんだね、これ。そうだわ。え、めっちゃ流しっぱなしとかできるんだね、きっとね。だと思う、うん、めっちゃ軽いよ、だってね。そうだね、ガッチャンじゃないもん、うん、え、すごいわ、うん、これで、エンジン回転。そうだね、この辺はあの、うん、久保田の感じでね、カメウサギでね。そうだね、で、ロアリンクの高さだよね、これね。はいはい、そうだね。あ、あと AB ボタンか。あ、エンジン回転のね。うん。で、これは、あ、上げ下げか、これも。それも上げ下げだね、うん、ワンタッチで、うん、FR ってなんだ、これ。ここで前方針できるかもしれない。こっちでもできるけど、こっちでもできるし、そっちでもできるって、うん、すごい、ね、そういうことだもん、うん、すごい。だからこっちだけでも済んじゃうよっていう感じなのかもしれないですね、うんうんうん、これはですね、トップリンクの長さとかでね。そうだと思う、油圧トップじゃないか、これね。レベリングとかそんな感じだよね、うん、そうだ、分かりやすいね。分かりやすいね、やっぱり。うん、俺らも久保田乗ってるから。そうだね、うん、なんとなく分かるか。ちょっと会社の雰囲気もありながら、うん、久保田の日本製の、うん、ね、ああいう分かりやすさも、ね、そうだねっていうとこですね、うん、引き継いで、せっかくなんでね。そうですね、はい、エアコンにオーディオに、はい、オーディオに、そうですね、はい、あ、しっかり時計をこう分かりやすく、あ、すごいですね、こういう感じで、はい、あ、これは豆な、やっぱり阿波野さんの。そうですね、うん、分かりやすい、うん、で、トリンブルですね。これも多分線ですね、あのてっちゃんちだった、はいはい、タブレット型っていうね。そうですね、うん、タブレット型の、うん、国産ってさ、こういう大きいトラクターのイメージないじゃん、はい、ないないない。そう、でもこれこうやって見させてもらったらさ、国産のこの久保田の M7 むしろ欲しい。むしろいいやんね。そう、欲しい。だからうちだと大きいトラクターファーガーだけど、うんうんうん、大きいのこの M、 次ね、もし買うんであれば、うん、M7 いいなって思いますね、うん、ね、これ。そうですよね、選択肢に入ってきますね、これね。入ってくるわ、うん、で、いろんな作業もさ、さっき阿波野さん言ったようにさ、うん、全然でフロントでもしてっていう、うんうんうん、一発仕上げも全然これだったらできるし、ね、で、かつね、小さいのっていうか100馬力前後のやつ、うん、こちら久保田使ってるから、うんうん、なんていうんですかね、やっぱり、うん、使い慣れてるっていうところもあるから、うんうん、いいっすね。いいっすよね、うん、そして多分
俺ら久保田の檀家じゃないですか、結構。うんうん、そうですね。で、きっと足の速さとかも合ってくるんじゃないかな。あー、なるほどね。クリープ？あー、はいはいはい。うん、クリープ、微速使った時のさ、うん。まあ、長芋で、例えばこれで長芋掘ります。うん。トレーラーも久保田です。って言ったら、はい、はい。やっぱその辺の足とかも合ってくるんじゃない？うん。あ、これそうだわ、この表。どうなんですかね、この辺、ね。この表、なんか、見覚えあるもんね。うん。この感じ。そう。さあ、キャビンの中にですね、入ってきましたよ。はい、まずクラッチ踏んで、はいはい、まずサイドブレーキ、ブレーキ踏んで、はい、サイドブレーキあれして、はい、これ下げるとニュートラルになるんですよ、これはね。あ、ほんとだ。これを下げるとニュートラルになって、これを前にやると前に出る。はぁ、で、クラッチを離すとボールが前に出ますって感じだね、これね。はぁ、はい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 。こんな感じです。これちょっと先ほど見させてもらったんですけど、はい、そっちの右でもこの F になるんですか。これあの N になったりなんかいろいろしてるじゃないですか、はいはい、あれパネル変わっちゃったな。なんかいろいろなんかこうやってボタンを押すと、はいはい、なんかこんなになったりとか、そばすごい、はいはいはい、あと油圧がどうとか、はい、なんかいろんなものがあるんです。あ、すげえ、なんか全然イソバスとかね、なんかすごいですね。ナスカーって感じね、はい、ビデオ撮ったりとか計算機だとか。ビデオ撮る、なんすかねこれね、ビデオ、すごい、そんなの。あ、つなげればできるんだ、ビデオつながればあのビデオができるよってことで、はい、計算機でなんか計算するってちょっとね、これ使ったことないけど、いろんな機能あるんですね。いろんな機能あるんですね。例えばこれを押すと油圧のね、例えば1リットル、ローガル油圧あるから、はい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 、うん、これをなんかこうやったりとか、うん、あ、これをこっちで見たいったらこっちを映したりとか、はいはい、あとこのギアボタンとか、はい、なんかね、あ、すごい、全部そうそう、こうやってなんか押すんだよね。これを4クリするよーとかね。はいはいはい、全部パネルできるんだ。はい、そうですよ。そういう、ちょっと未だによくわかんないんですよ。未だによくわかんないけど、これを、ね、これがデブロックが入るとか。おーおーおー、はい、これが4クで。おお、これ4ク入ったとか。はいはい、これはなんかサスペンションになってね。ああ、動きましたね。今なんか動いてる。動いてますね、さすが。こんなんなんだね、全部ね。いや、すごいですね。で、あの、これが GPS でね、はい、GPS ね、トリンブルの、あの、うん、新しい方で、ね、そうですね、まだ今、あの、つなげてないんですけど、あー、なるほど、なるほど、おーおーおお、大丈夫ですね、なるほど、引っ込んでない、引っ込んでないですね、引っ込んでないね、はい、あー、覚えました。あれですね、ハウスがなくなっちゃいましたね。そうですね、あの、藤井君とかね、あの、土屋君とかね、皆さんには鎮圧してもらったんですけど、もうなくなりました。これね、なくなったら寂しくなるかと思ったら、はいはい、非常にあのあっさりしたもんで、もうさっぱりするんですよ。大雪降った時、ああ、なくてよかったなとか、こんな感じで、もう、普通ならね、3月に入るともうバタバタ、2月の今時期になると、もう仕事結構忙しいっていうかね。そうですね、ハウスの準備ね。それがないんですよ。そうですね。だから、まあちょうどね、今、あの、ビート、あの、移植ビートやめるから、はいはい、機械を取りに来たりするんで、まあその、準備とかでね、色々と、なるほど、はい、はい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 、あー、なるほど、乗り心地も、乗り心地もいいよ、はい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 、やっぱサスがね、すごい、うん、なんかね、もう一日中乗ってても楽、あ、やっぱ全然疲れ方が半端ない、あの、ないっていうか、疲れないね、やっぱりこれは快適、いやめっちゃ快適。あ、もうほんと下にガッてやればもうニュートラルやって、でクラッチ離してこれで、エンジン切って、はい終わりみたいな、あー、こんな感じです。すごいですね。非常にもうね、慣れてくればだんだんね、この使い方がね、分かってくるんだけどね、ちょっといまいち慣れてないけど、うん、これは去年の秋そうです、そうです、小麦の箸の頃、だから9月の中旬ぐらいに行って、すごいわ、もう5丁の選手なんかあってもらうから、ね、ああ、なるほど。本当に機械力大事だわ。昨日も言ってましたけどね、やっぱそういうところでね、うん、お金じゃないわ、うん、もうね、機械力が増しないとやっていけないからね、うん、経営したりとかね、うん、そうですよね。でトラクター乗ってんのも青野さんで一人全部やってるから、そう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 、追いつかなくなりますね。そう、追いつかないから効率よくパワーのあるやつで余裕を持って、うん、だから大きい馬力があると仕事も楽だからね、うん、買ってよかったなって。いやいや、買うつもり全然なかったんだよね。あ、そうですよね。実演で乗れって言うから、もう一応乗ってみるかと思って乗ったら終わりだね。いや、もうこれは欲しくなったね。なっちゃった、終わっちゃいました。皆さん、借りたら終わり、名言が出ましたので、はい、借りたら終わりです、はい、借りる際はあのご注意してお借りください。心して借りた方がいい。
いやーすいません、ありがとうございました。いえいえ、すごかったです。全然僕の持ってる雲だと違うなっていうのを感じましたので、はい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 、ありがとうございます。すいません。はい、それではまた今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。なんかすごい感じたのは、久保田の雰囲気も残しながら、やっぱりその会社の、なんですかね、操作性とか、あとはタッチパネルとかっていうのは、外国の感じのトラクターの雰囲気もあるなっていうのがあるんで、あくまでも久保田っていうのは残しながら、大きくしたなっていうのはすごい、そうだね、感じました。おっしゃる通りだと思う。おっしゃる通り。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はですね、クリーピーチャンネルの第2弾コラボということでございましたので、はい、本当にこのトラクター、ね、僕も欲しいなと思ったので、ちょっと、ぜひ乗って帰りますね。いやいや、僕は久保田に電話しておきます。そうですね。藤井さん買うよ。はい。藤井さんも買うからって。一枚上手でした。いや、そんな感じで、本当に今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。はい、そんなことですね、突撃隣のトラクターということで、はい、今度はあなたの家にお邪魔するかもしれません。はい、そんなことで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。メムピーチャンネル、青和の農場のチャンネルと、ぜひ、チャンネル登録、はい、いいねの方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、またの動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。クリピーまたやりますよ。クリピーやりますよ。はーい。いや、めちゃくちゃいいですよ、これ。あったかいし。これいいですね。いいですよ、うん。ついに私も買っちゃいました。ぜひ、はい、チャンネルご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております。はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、ありがとうございます。はい。